夏限定のマクドナルドキャンペーン。マックフライポテト34%オフ。平野正人宮寺ゆうたがんゆうたが広告に登場。この夏、マクドナルドは新たなキャンペーンを打ち出した。マックフライポテトが期間限定でミリリットルサイズが34%オフ、250円で提供されるというものだ。このキャンペーンは、全国各地で多くの人々に喜びをもたらし、SNS 上でも話題となった。 その中で、特に注目を集めたのが平野翔、神宮寺雄太、岸優太が登場するポスターだった。このポスターは、一見するとただの広告かもしれないが、実際には彼らの再会と新たな出発を象徴するものであった。SNS 上では、多くのファンがこのポスターに驚きと感動を隠せなかった。初めて見ました。これは見逃せない、といったコメントが溢れ、 再び彼らに対する熱い思いが蘇ってきた。あるファンは、こんな素敵なポスター、どうしてもっと多くの場所に貼ってくれないんだろうと嘆きながらも、彼らの再会に感謝の気持ちを表していた。また、別のファンは、これは今年の夏の思い出になると言いながら、彼らの新しいチャレンジを応援している姿が見受けられた。このキャンペーンは、単なるプロモーション以上の意味を持っていた。 マクドナルドという世界的なブランドと、平野章、神宮寺優太、岸優太という三人のアーティストが共鳴し、新たなストーリーを紡いでいる。その背景には、彼らが共に歩んできた道のりと、これからの未来に対する期待がある。彼らのファンはもちろん、マクドナルドの常連客も、このポスターを通じて新たな発見や驚きを感じることができた。一方で、このキャンペーンを通じて、 彼らがどのようにして新しいスタートを切るのか、その答えが少しずつ明らかになってきた。トベというプロジェクトは、単なる音楽ユニットの枠を超えて、より広範なエンターテインメントを目指しているようだ。そして、その中心には、ナンバーアンダーラインアイという新しいグループがある。彼らがどのような活動を展開していくのか、まだ多くは語られていないが、 このマクドナルドとのコラボレーションが一つの鍵となっていることは間違いない。また、このコラボレーションはマクドナルドにとっても大きな意味を持っている。近年、ファーストフード業界はさまざまな課題に直面している。健康志向の高まりや環境問題に対する関心の増加など、消費者のニーズは変化している。そんな中で、マクドナルドは新しい価値を提供するために、 若者文化やエンターテインメントとの融合を図っている。このキャンペーンは、その一環として企画されたものであり、彼らのブランドイメージを一新する試みでもあった。ファーストフードという業界は、常に新しい挑戦にさらされている。顧客の期待に応えるためには、ただビミシー商品を提供するだけでは不十分である。顧客とのつながりを深め、彼らの心を捉えるためには、 文化やトレンドに敏感である必要がある。平野紫神宮寺優太、岸優太という3人の若者が象徴する青春や夢というテーマは、多くの消費者にとって共感できるものであり、マクドナルドのブランド価値をさらに高める要因となった。このような背景から、彼らとマクドナルドのコラボレーションは、ただの広告キャンペーンではなく、彼らの新たな挑戦の一環として捉えるべきである。彼らが、 トベとナンバーアンダーライン愛を通じて何を目指しているのか、その答えはまだはっきりとは見えてこないが、確かなのは彼らが今後も多くの人々に影響を与える存在であるということだ。彼らの再会と新しいスタートを目の当たりにしたファンたちは、これからの展開に期待を寄せている。また彼らの姿を見られる日が来るとは思わなかった、と感動するファンもいれば、これからの彼らの活動に注目している、と未来を見据えるファンもいる。 彼らの活動は、音楽やエンターテインメントの枠を超え、社会全体に影響を与える可能性がある。また、マクドナルドとのコラボレーションを通じて、彼らは新たなファン層にもアプローチすることができた。ファーストフードという親しみやすいブランドを通じて、彼らの魅力がより広く伝わり、これまで彼らを知らなかった人々にもその存在が認識されるようになった。このような広がりは、 彼らの今後の活動にも大きな影響を与えるだろう。そして、この夏のキャンペーンを通じて、マクドナルドもまた新たな挑戦に踏み出したことを感じさせる。ファーストフード業界における競争は激化しているが、彼らはただ商品を売るだけでなく、消費者との感情的なつながりを重視する戦略を取っている。その一環として、彼らはエンターテインメントや文化との融合を図り、より多くの消費者にリーチしようとしている。 このようにして、平野章、神宮寺雄太、岸優太とマクドナルドのコラボレーションは、単なる広告キャンペーンの枠を超えて、彼らの新たなチャレンジを象徴するものとなった。このコラボレーションがもたらした影響は、彼らのファンだけでなく、広く社会全体に及んでいる。彼らの再会がどのような未来を切り開いていくのか、その答えはまだ見えてこないが、 確かなのは彼らが今後も多くの人々に影響を与え続ける存在であるということだ。これからの彼らの活動に期待を寄せるとともに、マクドナルドとのコラボレーションがどのような形で進化していくのか、その展開にも注目したい。そして、彼らの新しいチャレンジが、どのようにして私たちの心に響き、新たな感動をもたらすのか、その答えを一緒に探っていこうではないか。この物語は、 単なる広告キャンンンペーーやコラボレーションにとどまらず、現代の若者文化やエンターテインメントの進化を象徴する一つの象徴的な出来事となっています。平野翔、神宮寺勇太、岸優太が再び集結し、新たなプロジェクト、トベとナンバーアンダーライン愛を通じて歩み始めたことは、ファンにとって特別な意味を持つだけでなく、エンターテインメント業界全体にとっても注目すべき動向です。 彼らが集結した背景には、単なるノスタルジーや懐かしさだけではなく、新しい可能性を模索する姿勢がうかがえます。飛べというプロジェクト名が示すように、彼らはまだ見ぬ未来に向けて、なることを志しているのです。過去に築いた成功や栄光にとどまらず、新たなステージへと進むための挑戦を続けています。このような姿勢は、多くのファンや若者にとって共感を呼び起こすものであり、 またインンスピレーションを与えるものですその一方で、マクドナルドとのコラボレーションが持つ意味も深いものがあります。ファーストフードチェーンとしてのマクドナルドは、日常生活の中に溶け込んでいる存在ですが、今回のキャンペーンを通じて、彼らはより一歩踏み込んだ戦略を展開しています。特に、若者文化とのコラボレーションは、彼らのブランドイメージを刷新し、 新たななターーゲット層にアピールする絶好の機会となっていますまた、このコラボレーションは、単なる商品の反則活動を超えて、エンターテインメントと飲食業界の境界線を曖昧にする試みともいえます。現代の消費者は、商品そのものだけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージに価値を見出しています。平野翔、神宮寺優太、岸優太という3人のアーティストが伝える、青春、 挑戦再生といったテーマは、マクドナルドの商品価値を一層高め、消費者の心に深く響くものとなっています。例えば、今回のキャンペーンで提供されたマックフライポテトのミリリットルサイズが34%オフ、250円で販売されるという価格設定も、単なる割引以上の意味を持っています。これは、彼らが提供する特別な時間や一体感を象徴しており、ファンが再び集まり、 その瞬間を共有するための入り口となっています。ファンはこのキャンペーンを通じて、彼らの再会や新たなチャレンジを祝福し、自分たちもその一部であるかのような感覚を味わっています。さらに、このキャンペーンが持つ社会的な影響も無視できません。エンターテインメントとビジネスが融合することで、消費者の関与度が高まり、新しい消費行動が生まれる可能性があります。例えば、 ファンが SNS でポスターやキャンペーンについて発信することで、その情報が拡散され、さらに多くの人々がその存在を知ることになります。このようにして、単なる広告キャンペーンが、ファン同士の交流やコミュニティの形成に寄与し、さらには消費行動を促進するという効果をもたらしています。また、エンターテインメントと飲食業界が手を組むことで、消費者に対するアプローチが多面的になり、 新たなビジネスチャンスが生まれる可能性もあります。彼らのような著名なアーティストとのコラボレーションは、他のブランドや企業にとっても示唆に富んだものであり、今後のマーケティング戦略において重要な参考となるでしょう。このような背景から、平野章、神宮寺雄太、岸雄太とマクドナルドのコラボレーションは、エンターテインメント業界と飲食業界の未来を示す重要な試金石となっています。彼らの再会がもたらす影響は、 一家制のものではなく、今後のエンターテインメントやビジネスのあり方に対する新たな視点を提供するものです。また、彼らのファンにとっても、このキャンペーンは単なる楽しみを超えて、彼らの成長や挑戦を間近で見守る貴重な機会となっています。彼らが、トベとナンバーアンダーライン愛を通じて何を成し遂げようとしているのか、その答えはまだ未知数ですが、彼らが紡ぐストーリーは、 今後も多くの人々に感動と共感をもたらすことでしょう。そして、このキャンペーンが終わった後も、彼らの挑戦は続きます。彼らが新たに歩み始めた道は、決して平坦なものではないでしょう。しかし、彼らが持つ情熱や信念は、多くの困難を乗り越え、さらに大きな成果を生み出すことでしょう。ファンたちは、この夏の出来事をきっかけに、彼らとの再会を果たし、 これからも彼らの未来に対する期待は、さらに大きく膨らんでいます。そして、マクドナルドとのコラボレーションがどのような形で発展していくのか、その先に待つ新しいストーリーに心を躍らせています。結局のところ、彼らの再会と挑戦は、私たちに一つの問いを投げかけています。それは、彼らがこれからどのようにして新しい未来を切り開いていくのか。 そしてその未来に私たちがどのように関わっていくのかということです。この問いに対する答えは、これからの彼らの活動と私たちがその活動をどのように受け止め、共に歩んでいくかにかかっています。これからの彼らのストーリーに、どのような展開が待ち受けているのか。その答えを見つけるためには、彼らの一挙手一投足を見逃さないようにしなければなりません。そして、彼らと共に、 新たな感動と興奮を味わいながら未来に向けて進んでいくことが求められています。